みなさん、ごきげん、うるわしゅー、あやぴです。今回はね、4億年ぶりにあやぴがお菓子を作るということで動画にしてみたよ。パチン。材料、バター、食べかけのチョコレート、お砂糖、卵黄、小麦粉、バニラエッセンスがないから、なんとスーパーカップバニラアイス物理です。でね、レシピを見て作っていっております。本当は無塩バターなんだけど、そういう問題じゃなくって、そうですね、あやぴはここにミスを早速犯してしまいました。バターはね、小麦粉の上に入れるんじゃないんですよね。最初砂糖と混ぜなきゃいけないのにね、バターをね、小麦粉の上にのせちゃったっていう。しょっぱなからミスりますわね。さすがのあやぴクオリティ。まあ、お菓子経験少ないあやぴなので、その辺は許してもろて。そうそう、砂糖はね、ちゃんと測って入れますよ。混ぜ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 。よし、じゃあ次は卵黄を入れていきます。これでなんかレシピで書いてある半分の量を作りたかったので、卵黄も半分にしました。で、食べかけのチョコレートを入れのと思い、あ、食べましたね。だってお腹空いてたもん。混ぜ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 ね。ここで驚きのとお菓子作りできない人って、こうやってね、勝手に違う材料を持ち出してくるから、お菓子作り失敗するんだなって思います。バニラエッセンス代わりのスーパーカップ、うめえな。まあ、でもね、バニラエッセンス入ってるので一緒でしょ。卵も入ってるし。で、ここで有塩バターやから、ちょっとね、砂糖を勝手に足しました。ふるいにかけた小麦粉を2段階に分けて、混ぜ混ぜしていってます。混ぜ混ぜ、いい感じではなかろうか。いいんじゃない。はい、混ざりました。で、次にね、このグッてよくやるけどダサいな、グッてダサいはい、やっと食べかけのチョコレートがこれリュックの中にあったので入れました。ドサドサ。はい、これで生地の完成。ラップでくるんで棒状にして冷凍庫に入れていこうと思います。そう、きれい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 して、きれいきれい。なんか柔らかいなってちょっと少し嫌な予感しつつも、冷凍庫で1時間冷やしていこうと思います。来ましたね。すまへん、いつもすまへん。あ、ありがとうございます。リュ冷凍庫開けると牛に会える設定にしてます。る天才の所業ですわ。はい、ねんね、またね、また後でね。ね、この間に約1時間ほど待ちます。こうやってね、甘いもの食べる前だから
運動とかしてみたりしてみたりしてみたらがいますわ。カチカチやぞ。カチ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 アピですわ。ということでね、固まったのでこれをね切っていきたいと思いますよ。ええ、切っていきたいと思いますよ。硬そうやな。で、いざ切ってみるとたくあんみたいでどうしようってなってます。これね、結局ね、丸めるんかーいっていうね、丸めるんかーいっていうね、きたねえ、きたねえは形が。でもね、雑なのでね、型とかなしですわ。ね、1,3,4,5,6,7,8,9 9個しかない。15個作るはずだったのに9個しかない事件ですわ。ということで、焼き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 していきましょう。170度に熱したオーブンで約、もうこれ8分って書いてますが12分、焼きました。プシュッとレッドブルうめえわ。もう待ってる間にウマ娘もするわ。うん、ウマ娘もするし、カレンちゃんも育ててましたね。はい、できたよー。できたできた、完成じゃい。おー、できたーっていうことでね、形はいびつだけど、なんとかクッキーになりました。ご視聴ありがとうございました。またゲーム配信で会いましょう。ほなねー。いただきます。